地域で採れたお野菜、地域で採れたお米を、その思いをお弁当に、毎日のお弁当に、調理して皆さんにお届けしてます。もうお弁当来るのを楽しみに待っていてくださる、そのありがとうが自分たちの力になって、また明日も頑張って作ろうっていうふうに、みんなの力に変わっています。